宮脇勝は、日本の都市研究者で、景観研究者、アーバンデザイナー、名古屋大学大学院環境学研究科准教授、博士。専門は、景観計画、都市デザイン。社会活動に、港区景観審議会委員、三番税評会委員会委員、愛知県国土利用計画審議会委員、豊橋市町づくり景観審議会委員。 柏市都市景観デザイン委員会会長、渋谷区景観審査会会長など多数歴任。1966年北海道生まれ、北海道大学工学部建築工学科卒業。1992年東京大学大学院、工学系研究科都市、工学専攻修士課程修了、ローマ大学建築学部留学。1995年東京大学大学院都市、 工学専攻博士課程終了。伊藤富夫建築設計事務所、北海道大学大学院助手を経て、1999年より、千葉大学助教授から、同大学大学院工学研究科建築、都市科学専攻准教授を経て、2015年より、現職。計画に、柏の葉キャンパス駅周辺のアーバンデザイン、柏市景観計画など、多数。 柏市の市政功労者の表彰。2004年国土交通大臣賞受賞。著書に、改造建築、イタリアの法定都市計画と、風景計画の展開、都市の風景計画、リノベーションスタディーズ、都市美、日本の風景計画、ランドスケープと都市デザイン、欧州のランドスケーププランニングとプロジェクト、街を再生する、公共デザインインフラ、景観。 地域戦略をつなぐ思考と実践、都市経営時代のアーバンデザインなど多数。 h t t p s w w w a r p k c o j p c o n t e n t s w p c o n t e e n p u p l o a d s 2 0 1 9 0 2 2 0 1 9 0 3 0 5 p d f h t t p s w w w j s c e o r .jp スラッシュコミティスラッシュ lsd スラッシュコンファレンススラッシュ2017スラッシュ sympo 2017 flyer.pdf ハット宮脇勝るイタリアの法定都市計画と風景計画の展開研究紹介都市デザイン研究室東京大学 utud.sakura.ne.jp 2020年2月28日閲覧 https www.sity.minato.jp 街づくり計画端ドキュメンツ 警官心1 h 2 6 p d f h a t h t t p s w w w p r e f j i b a l g j p k a n s b i s h i n j i k a i s a e n b e n s e h y o u k d o c u m e n t 新技科、伊藤のプロフィール愛知県 www.pref.h.jp2020 i 年2月28日閲覧。http://www.city.toyohashi.lg.jp/.secure/.8713/.keikan-meiboa129 <ッ><ッ> 5 pdf ハット審議会等の議事録柏市 www.city.cacia.lg.jp 2020年6月23日閲覧審議会等の議事録渋谷区 www.city. 渋谷 .tokyo.jp、ok、2020年6月23日閲覧ランドスケープデザインナンバー890も 出版ネットショッピング。w w w m a r u m o p c o j p 2020年2月28日閲覧。 http://mac:/hinami.or.jp/.pdf/.mac:/hinami/.mac:/.inami0566pdf://https://anuht.or.jp/.files/.libs/.72/.201702171 h 1631584292.pdf 千葉大学都市環境システム学科ニュース。www.tu.chiba-u.jp。2020年6月23日閲覧。都市の風景計画。欧米の景観コントロール手法と、実際、西村幸雄町並み研究会学芸出版社。学芸出版社。 2020年6月23日閲覧。都市日、都市景観施策の源流とその展開。宮脇勝る学芸出版社。版元 .com。2020年2月28日閲覧。日本の風景計画。都市の景観コントロール到達点と将来展望。西村幸男町並み研究会学芸出版社。学芸出版社。2020年6月23日閲覧。 朝倉書店ランドスケープと都市デザイン風景計画のこれから www. 朝倉 .co.jp 2020年2月28日閲覧丸も出版ランドスケープデザインアーカイブズボリューム4欧州のランドスケーププランニングとプロジェクト www.fujisan.co.jp 2020年6月23日閲覧 都市経営時代のアーバンデザイン。都市デザインワークスウードブ。2020年2月28日。閲覧。ありがとうございます。